じゃあその時の驚いてる顔の表情とかぜひ伝えるように気をつけてくださいね。ね、ほんとね、一回燃やされた方がいいのかもしれないね、僕はね。新しい2019藤井になるために、新しい藤井になるために一回燃えて向けるね。私たちってほんと先輩に失礼なこと言ってますよね。あ、どんどんね、皆さん集まってきてますよ。藤井さん、風は吹いてたりしますか？風はね、はい、それほどでもないです。無風ではないです。めちゃくちゃ風吹いてますよ。あ、でもこの風ね、あの吹いたり止んだり繰り返してるから、時々ねちょっと強めの風が吹くのがありますね。でもいずれにしても今日本当に冷えてますよね。ねえ、底冷えっていうのか、しんしんと冷えてくるような。あとね、はいはいはい、古だるまの納め所があるんだけど、すごい大量に届いてますよ。でしょう。これを全部燃やすの、はい、って。あ、去年もすごい勢いで燃えましたよね、お焚き上げすると、数が。去年もすごい燃えてました。納め所っていうのは、納めどころっていうのかな、はいはい、届いてるだるまさんね、非常に大きなだるまさんありますよ。成就したから目を描いてあるんですよ。よかった。藤井さん、藤井さんは願い叶いました？僕、願いですか？そういえば去年そんなに願いを祈ってないな。あら、じゃあ今年、まあ、でも健康で、うんうん、健康でっていうことはね、お願いしましたから。あ、いいですね。そういう意味ではね、大病せずに1年間過ごしてこれましたので、うん、そうですよね、うん、じゃあ、はい、あの今年はぜひ帰り道にだるま、M ウェーブ用のだるまを買ってきていただいて。そうだね、はい、みんなで。わかりました。緑のですよ、藤井さん。赤じゃないですよ、緑。M ウェーブカラーの。緑、M ウェーブカラーの、うん、探してみましょう、ね。はい、なかなかないぞ、緑は。緑はね、僕もなかなか見たことないけどね。あるの？いや、あるんだ。あると思うんですけどね。ピンクとか、あるけど。八幡様に来る道中もやっぱりあれですね、もう道はだるまが山積みになってましたね。そうですよね、ちょうど50号のところは全部だるまのお店なので。そうですよね、なんか50号がもうなんか真っ赤に染まってる感じですよね。あ、確かに、うん、なるほど。ここからはね、白いだるまも見えた。あ、白いだるまもある。うん、大きいの。緑はあります。緑あるかな。緑もちょっと見えないけど。藤井的ぼり、ごめんなさいね。あとは藤井さん、はい、いかがでしょうか、はい、人の集まりとかは。はい、どんどん増えてます。さっきより全然増えてますね。さっきより15分ぐらい経ってますからね。結構あの去年とかは駆け込みで持ってくる方とかがすごくいて。そうですね、はい、本当にこれからどんどん人が増えていくんではないかなと思うんですけど、うん、あとやはり気になるのが、だるまがきちんと私たちの方に向いてくれてるんですね。はい、並んでる並び方、だるまがこちらを向いてるんですね。外側に向けられて、ね、こう円状に、うん、はい、気遣いですよね、これもね、結構すごい、うん、あのね、はい、雪降ってましたけど、今太陽が出てきて、お、明るくなってからも分かります。本当に今日寒い寒い冬の空っていう感じですね。じゃあ雪のお焚き上げではなさそうですかね、はい、そうですね、まだじゃあお焚き上げ、うん、まだ始まらないけど、うん、一応念のためにということで消防車も前に着きましたね。あ、着きましたか、ちょうど。はい、あ、消防車、あの消防の方もいらっしゃるんですね、ちゃんとね。そうなんですよ、去年もね、いました、はい、もうね、あれだけのだるまをやはりこう、うん、お焚き上げをするということなので、やはり火の扱いにはということで、うん、一応皆さんね、集まってきていらっしゃるんだと思うんですけれども、うん、あとやっぱあの、はい、テレビの報道の方々も来てらっしゃいますね。あ、テレビカメラを持って。じゃあ藤井さんを負けないように、M ウェーブの報道をめちゃくちゃ見せてくださいよ。はい、あの報道ってね、腕に巻いてますけどね、はい、いやでもまだかな、まだつかないな、日は。あのお手上げの前に神主さんとかが、皆さんがやりますよね。神主さんの方ですか。はいはいはい、神主さんの方はね、まだ見えてない。見えてないけど、あのいろいろとお供え物をね、もう、こうきちっとこう飾って、うんうんうん、ありますね、榊なども置いてあるので、
あ、ひょっとしたらあそこで取材受けてらっしゃる方が神主さんの方なのかな。あ、多分そうだと思います。見えてないけど。邪魔しないように。私すごい目がいいので向こうまで見えるんですよ。素晴らしい。すごい視力。雪は見えないけど。そう。八幡宮の良さ見える。今ですね、関係者の方がだるまにあの灯油をかけ始めましたから、そろそろ火が、はい、もう少ししたら火がつくのかな。あら、じゃあつないときたいな、藤井さんと。見たい。来ればよかったね、こっちね。いや、私はだってこっち守んなきゃいけないですから。そうだよね。でも私たちは大きなタンクで灯油ばっかりですよね。そうなんですよ、ポリタンクで今どんどんこう石油をかけて、はい、うん。あ、でもこうやってね、あの焚き上げしていくんですね。そうなんですよね、まあ、1年間の、ね、役目を終えただるまたちがね、これから供養されるということで、はい、まあ、いよいよね、たあのお焚き上げが始まります。10時だからまだまだでしょうかね。あと15分くらいかな。やっぱりあのお焚き上げする前にこういろいろとあれでしょ、神主さんが、そうなんです、あのお祈りね、うん、とかなさるんでしょうから、はい、うん、皆さんのねご挨拶とかもあると思いますので。そうですね、まだもうちょっとかかりそうですかね。もうちょっとねかかりそうですね、まだね。あれですかね、藤井さん、先ほどこちらのスタジオの方には、はい、あの山本龍前橋市長と杉賀議長いらっしゃったんですけれども、はい、お焚き上げの会場にはいらっしゃってるでしょうか。ね、ちょっと今僕が立ってるところから、はい、ちょっと人が多くてよく見えない。だって足長いんじゃなかったでしたっけ。ねえ、足ね、足そんな長くないからね。うん、あと同じぐらいしかないから。ちょっと失礼ですよ、私も短足みたいに言わないでくださいよ。市長はあの着物を着ていたので、うん、あ、今ね、神主さん、はい、あのゾロゾロとこう入って、ま、入ってこられましたよ。いらっしゃいましたかね。あ、今日ほら夕方ゲストに出てくださる小泉さんもいらっしゃいますね。あ、そうですか。小泉さん、去年も出ていただき、はい、そうなんですよ。でもね、今一応いろいろと準備なさってこう真剣な表情なので、はい、あの話しかけることはちょっと無理そうですけれども、はい、あのこうやってこれからねお焚き上げの儀式の方に行かれるんですね。そうですか。そうですね。話しかけないでくださいね。話しかけませんよ。あ、藤井さんの中継面白いですね。楽しいです。すごくね、楽しさが伝わってきますよ。どうですか、それはよかった。ですか、八幡宮にあのお参りしてる方っていらっしゃいますか。あ、お参りの方してる方もたくさんいらっしゃいます、はい、いらっしゃいますか。うん、初詣も兼ねてるのかな。そうですよ、そうですよ、うん、ね、去年もなんか結構階段の下まで常に人がいたような印象でしたので、やはりじゃあ今日もやっぱりいるのかな、ね、やっぱり平日ですけど人出がありますね、うん、ありますね。この八幡宮にこれだけ、ね、人が集まってきて、やっぱ神社がこう賑わってるのっていいですね。ね、いいですね、うん、はい、はい、じゃあというわけで藤井さん引き続きね楽しんで、はい、あのお焚き上げ見てください。はい、わかりました。というわけで八幡さんからですねお焚き上げの、レポートしていただきました。藤井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。Thank you.